し。こんばんは。こんばんは。私はご飯を食べます。いやー、ちょっと。こんばんは。疲れた。今日は雨が降りませんでしたね。洗濯物干したのに、室内に。浴室乾燥をかけた日に晴れるんだけど、しかも乾いてなかったし、帰ってからショックショックですね。ちょっとマジでメール送れてなくてごめんなさい。さっき送りました。いっぱいじゃない、2個。本当にすいません。ちょっと今はちょっと送れませんね。夜になりますが、すいませんが、ご了承ください。うわ、大富豪やろうとしたんだった。まあいっか、今日じゃなくていいや。そう、今日は野球はないです。明日からですね。うん、本当だ。明日直接対決だ。阪神と。絶対勝ってほしいな。昨日の試合見た、マジで。見たよ。うん、よかった。昨日最高の試合してました。ほんまに昨日の試合ほんまによかった。ほんまによかったよ。うん、深夜に見た。
深夜に見ましたよ昨日も。寝る時間を削って野球見てるから寝る時間を削って見てるからね。よかったよ昨日の試合は、ほんまによかった。昨日みたいな勝ち方してくれたら嬉しいですね。毎日なんか野球の仕事ないかな。また私ショールームでみんなに無理やり話を聞かせてしまうことになっている、ことになっているね。申し訳ないね。今日何曜だ？月曜か。うわあ。もう疲れてるんですよマジで。本当にやばい、爆発しそう頭。まあみんな頑張ってるんですけどね。生きてるという感じがしますね。とてもいいことです。ビール飲みたない、お茶でし、お茶しかないよ。爆発してましたわ。みんなも週の初めですもんね。疲れますよね。お疲れ。ドラゴンフライズファイナル。すごい。ドラゴンフライズすごい。ドラゴンフライズすごいで。大体大体47都道府県何か一個はスポーツの団体が必ずあるんかな。有名な、みんなの地域は何が有名なの。
それで言ったら広島はすごいね。野球あってサッカーあって。何にもスポーツがない県ってあるんかな。てかこの前さ、ルカさんがさ、岐阜には海がなくてって言っててさ、びっくりしたんだけど、岐阜海ないんだ。あるよね絶対どっかには。岐阜海ないの初知りだったんだけど。でも FC 岐阜行った時ね、海あった気したんですよね。あれは川だったのかな、海みたいな川、川に騙された。じゃないんだ。長野はあるでしょ。長野端っこにあるでしょ。あれ？長野ってあれ？あれ長野ってめっちゃ海に隣接してない？あれ何県かと間違えてるわじゃ。長野もないんだ。あるでしょ。ないんだ。ねえ。海ない。なんでないんだろう。海ないことはない、ないよね、ないことはないよね、絶対あるよ。山梨あるでしょ。静岡の隣でしょ。山梨あるよ。海あると思うよ。掘ったら埋め立てて剣なんていうの、掘れば出てくるよ海。だって地球って海の上にあるもん。海が出てくるよ、掘ったら。だって日本列島って海ん国
国ってさ海の上に立ってるんでしょ。違うの？土ってマグマの先まで土なの？あ、浮いてる？あ、そうなんだ。私浮いてるかと思ってたわ、海の上に。日本とか県ってぶっ刺さっとるってこと？うん、海の上の浮いとるもんだと思ってた。だから掘ったら間の県でも海が出てくると思ってた。そうなんだ。マグマの先までずっと土ってこと？私は普通にこう地球があってさ、こう日本が浮いてると思ったの。だからこの間の剣をホリホリってしたら、ここの下にある水がふわーって海の水が出てくるから、この隣接してるところはさ、こうやって海があって、こうやって日本が浮いてて、隣接してるところはさ、まあ、海あるじゃん。でもさ、海に浮いてるから、この中ら辺の剣の4つホリホリってやったら中から海が出てくると思ってたら違うんだね。ここの部分の地球の地面はもうずっと貫通してるんだね、マグマまで。でもそんなん分からんもんね。浮いてるかもしれんしね。地下掘ったら海水が、あ、そう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 、そうじゃないらしいわ。知らなんだ。うん、いや、めちゃくちゃ深い穴掘り続けたらマグマに到達するってこと？海通さずに。気になるな、それ。誰か掘ってみてよ、土。確かに。温泉はどういうあれなんだろう。温泉って 海なんかな。温泉も海なんかな。温泉は何なんだろうね。あれはどういう原理なんだろうね。普通に考えたらさ、海じゃない。マグマがあって、海があって、それで温められた水。うん、何なんだろうな。温泉は雨水か。地球の水、マグマだまり。汚いってこと？温泉って、うん、なかな
からん、普通に分からん。でも温泉水とかさ、いるもんね。温泉水で肌が綺麗になるとか言うもんね。でも雨水って飲んじゃダメとか言うじゃん。よう分からんね、ほんま。地球っていうのは難しいわ。ちょっと理解しがたい。耳不明。長い年月ってどれぐらい？1年？2年？うん。各県のスポーツチームの話からこんな、うん、本当にね、なんか普通にめっちゃ気になるんですよね。普通にそういうのいつも。なんかなんでだろうって思って腑に落ちないことがよくある。生きてきて、シンプルに、何億光年、何億光年、何億光年とかよく言うけどさ、誰が数えたんって話ですよね。その時代そんな数えてないのに。あるわけない。望遠鏡、分からん。分からん、知れてない。分からん。物知りに怒られる。こんな人だったら。明後日の公演よろしくね、だって。明後日公演か。早っ。スライリーさん、スライリーさんは今日はちょっと映りたくないみたい。めっちゃ美味しそうなアイスあったけど我慢したんだよね、買うの。えらい。ほんまに。ポポは寝てます。地図の距離、うーん、難しいですね。すごいな、勉強できる人というものは。
ほんまにすごいですね。一回でいいから頭が良くなってみたいものですわ。一回は誰しもが思う。あー、くしゃみ出そう。出なかった。今日は朝早かったんですよ。そしたらはなかっぱを見れました。25歳が、あれ26か。私もう最近自分の年齢わからんなった。26だっけ。私もう 26?5 か。まだ、あ、忘れたわ。どっちか。25歳が言うことじゃないですよね。朝からはなかっぱ見たってもうおかしいじゃんそんなのそんなおかしいやん。私6かも。6になったんか。小学生時代の噂はめちゃくちゃ優秀だったと噂。どこからの噂ですか。優秀ではありませんでした。うん、勉強無理だっていう、勉強無理だっていう悟りを開いたのは結構幼少期でしたね。小3ぐらいから、あ、無理って思いました。九九が始まったぐらいですかね。九九が始まったぐらいでも私は勉強向いてないんだっていう悟りを開いて、もうそっからなんかもう完全シャットアウトみたいな感じだったんでね。そう、早い段階で気づいたんで。鉄男の学力テスト呼ばれなくていいです。ほんまにもうファン減りそう普通に。26か。なんかね、25って感じするんですよね私。なんでだろう、なんか5歳25歳って感じがする自分の中で。26歳まだ入ってきてない。まだちょっと25歳っていうことにしておこう。今日は頑張ったからこれを食べていいっていうこと。今日ちょっとお疲れモードになってきた。疲れたらもう喋るのも遅くなる。
でもね、みんなと喋った方がね疲れ取れます。喋らないのが一番疲れ取れない、溜まるから。やばい、出さないと。スイーツパラダイス行きたい。愛知の握手会追加申し込みましただって。ありがとう。今週もうみんなにまた会える。幕張メッシ、幕張メッシ、幕張メッシ。ワン飲んだ。私も今日追加で買ってきた。あ、6部行きますね。嬉しい。26行く？みんな待ってるよ。にゃんにゃんにゃん。楽しみ。え、マジで忘れ物現金。うん、ほんまにでも褒めてほしい。今回幕張に持っていくものがめっちゃ多すぎて、スタンも引っ越し業者にならないと意見は。衣装も持っていくし、花束も持っていくし、もうキャリーには入らんな。えらい。みんな忘れ物しないようにどうやって気をつけていますか？神に祈る。やっぱ前日のうちにね。そうだよね。偉い、みんな偉いよ。もう幕張に行こうかな、明日から。明日から行けばさ、明日から行けばいいよね。うん、前のりぐらい。忘れ物があっても取りに帰れる。あ、やばい。
なんか赤ちゃんとかがさ、ご飯食べながら寝れるやつあるじゃん。マジそれできるんだよね。食べながら寝れる、どこでも寝る、やばい、危険、最近。お風呂で寝るからね、それは直さないと死にますよね。普通にお風呂で寝るのやめよう。めっちゃは寝ませんよ。深い眠りはいきませんけど、ちょっと目をつむっちゃう。やめるわ。歯医者も行かないと、ちょっともうボコられる、歯医者にもうボコられる、ボコられる、ボコられるよ。歯医者に行かないとボコられる時期になってきた。もうショールームでもさ、ずっと言い続けてると思うんですけどさ、もう結局行ってなくてさ、もう去年の何月からと言ってるかちょっともう分からんぐらいさ、いやほんまに、いや冗談ですよ、ボコられませんけど、普通に気持ち的にはもうボコられますよ。そう、履歴みたいなの見たらもう1年以上経ってましたからね。1年3ヶ月ぐらい行ってない。結局もう結局行きたくないんよ。いやでも忘れたわけじゃない、これは計画的なんだろう、計画的です、計画的なんですよ。忘れたわけじゃなくて、そうなんですよ、行かなきゃなって思ってるんですけど、はっってなんで心がしおれて行くのやめるんですけど、そんなに、なんかね、嫌なんだよ、歯のお姉さんにね、歯のお姉さんにね、磨き方なんとかかんとかあって、汚れがどうとかこうとかって怒られるのが嫌なんですよ。もうそんな定期的に通うからクリーニングしていただければ幸いですって思うんですけど、自分でやってくださいねって言われるからってなる。だからもう計画的にも言ってな、何も行かないと。でも1年3ヶ月も行ってなかったら本当に生きて帰れるか。変えられないのよ、歯医者。変
耐えられへんねん。結局歯も生えてきたし、なんか生えかけみたいなの言ってたじゃないですか、歯ずっと。結局しっかり生えてきた、絶対親知らず。いや、もしかしたらなんか元々歯が少ないみたいなの言われてたんですよね。だから普通の奥歯かもしれないんですけど、まあ奥歯か親知らずかな知れませんけど、何かしらの歯が生えてきました。最初はさ、そこ公園とかでもさ、生えかけだからみたいに言ってたんですけど、これ完璧生えてきました。何かしらの歯が、親知らずかな、嫌なんだけど抜くの。いいけどさ、別にいいけど嫌だ。歯抜くのはいいんですよ別に、嫌だけどね、嫌だけどいいんですよ。けどね、そこの傷が塞がるまでご飯が食べれないっていうのが嫌なんですよ。それが一番嫌なんですよ。辛いものとかも食べちゃダメですよって言われるからさ、そう言った方がいいよね。だからもう余計に怒られる、もう来るの遅すぎって言われたらもう生きて帰れない、もう怖い、大泣きして帰るかも、怖すぎて。私の最近のおすすめのグミ教えてあげる。最近グミにハマってましてね、これめっちゃ美味しいんですよ。これみんな見たことあると思うんですけど、これのさ、タブレットはさ、みんな食べたことあるでしょ、駄菓子屋にあるやつ、それのグミバージョン。これめっちゃ好き、もともとこれの味が好きだからね。そのグミが出たんですよ、めっちゃうま、めっちゃうま選手権。これパリパリしてないよ、やわやわしてます、めっちゃ美味しい。グミ大好き。これはこれも好き。これはみんな食べたことあるでしょ。これもうまい。安定に美味しい。明日は何のグミ買おうかな。これこれシュワシュワ、チマくれた。めっちゃこれ炭酸、大粒、これマジでね、口の中が、口の中
入浴剤入れたお風呂に入浴剤入れ風呂入浴剤入れ風呂です。これは口の中が、入浴剤入れ風呂です。バースがあるじゃないですか、あれを口の中に入れたような感じがしますね。これはお昼ご飯です。おいしいです。ニューヨーク、ニューヨーク、ニューヨーク、ニューヨーク。そう、今日マジで朝から一生ダンシングしてたんですよ。休憩なくて、そう、メールに送ったのはあれ何時に食べたかな、そうそうそう、夏に向けていろいろと忙しくなりますからね。そうだからみんなもお菓子を買って蓄えているんですよ。ちょっとの休憩時間とかに糖分を取って頭を回復させようっていうね。そう、意外とね、なんかファンのみんなはね、なんかもしかしたらね、ダンスを踊る時ってね、体力が疲れるんじゃないって思うかもしれないんですけどね、意外と疲れるところって頭なんですよ、ダンスって。そうそう、だからこうやって糖分をねいっぱいに見えますけど、みんなこんなもんです。みんな結構ロッカーとかにお菓子いっぱい蓄えてる子もいますし、休憩時間とかにね、なんかそう頭使うんですよ、体力よりね。そうそうそう、チョコね、そうそう、フリー、そう、ダンスもですし、立ち位置もですし、歌割りも、そうなんですよ。チョコ美味しいよね。私ね、あれが好き。コーンフレークにチョコかかってるやつ、あれ好き。あれ美味しいよね。なんかチョコを単体で食べるよりもチョコはなんか何かにかかってた方が好きですね。グミにかかってるやつはめっちゃ好きなんですよね。グミチョコも好きだし、ドーナツとかにもかかってる方がチョコ好きですしね。そう、その単体で食べるよりもなんかポテチとかにもチョコかけた方が好きですね。ちなみにホワイトチョコが一番好き。美味しいよね、パルム。高いけど。凍らせるの？やったことないや。冷凍庫があんまり好きじゃないんですよね。セブンのホワイトラスクチョコ、AOE、ロイズのやつ、ロイズのチョコが一番好き。
サーティワン行きたかったの。サーティワンのことをなんか週に3回ぐらいは思い出して涙が出そうになります。北海道土産、そうなんですよ。でもなんかね、こんなこと言ったらさ、元も子もないって言われるかもしれないんですけどさ、ちょっと耳を塞いで聞いてほしいんですけどさ、あの栄のさ、オアシスとかある、栄行ったことある人しかわからないと思うんですけど、栄にオアシス21っていうのがあってさ、そこにつながってる栄地下っていうのがあるじゃないですか。そう、そこの栄地下にさ、北海道のアンテナショップっていうか、何、常にあるアンテナショップみたいなのと、沖縄と北海道のアンテナショップがそれぞれあって、マジで何でも売ってんの。普通なら北海道しか買えないものがめっちゃ売ってんの。普通にもう、それロイズとかも、普通ロイズは分かんないけど、普通に北海道でしか買えないなんか地域限定のものとか売ってて、え？なんだ、まあ、北海道行った時さ買いたいけどさ、荷物になるならさ、なんかそんなこと言ったらもう風情もクソもないぜよって感じなんですけど全く同じものがさ置いてあるんですよ。そう、そこでしかさ買えない地域性のさやつもあったりとかさ、えってなっちゃうよね。なんて言うんだろうな、そこ好きなんですよ。栄地下、ああ北海道うまいもの感。そう、いや、ここ そうなんですよ。何でも売っててさ、なんか北海道のさ、なんだっけな、そうだ、ここでソフトクリーム食べたんだっけな、なんだっけな、とにかくね、そうなの、何でも売ってんのよ北海道のものが。北海道よあれは。夕張メロンかなんかの、あ、ほら、そうだ、マリモも売ってるし、そうな、北海道なんですよここは。北海道のソフトクリーム食べたいなって思ったら栄で食べれた。まあ現地で買うのがいいですよ。だからね、本当に現地でしか買えないものを買いたいですね。北海道に、北海道の雪とか持って帰る。空気とか持って帰ろうかな。あ、ドサンコプラ、あ、あるね、あそこもあるね。なんか本当にそこでしか買えない、なんかそういう物産展とかで来て買えないような、ものがいいわね。何がいいかな、やっぱね、海鮮持って帰りたいけどさ、やばいかな普通に。そう、やっぱさ、そこのね、そこで取れたさやつでもさ、冷凍じゃないとちょっと難しいとかさあるじゃん。でも冷凍だったらさ、他で買っても一緒じゃん。
もうその日に取れた新鮮なやつをもう持って帰りたいな。でも無理だよね。そこで食べるしかないか。何があっても絶対ウニは食べて帰りたいな。ウニウニウニは何があってもポポさんにもお土産買って帰りたいな。何がいいかな、ポポさんのお土産。シマエナガ、4月はウニの季節。うわー最高、もうウニ大好き。餃子カレー、そうなの。北海道の水、北海道のお土産といえばさ、何なんだろう。私さ、花畑牧場のキャラメルさ食べたい。花畑牧場行きたい。いやもう北海道早く行きたい。北海道 K2 は北海道と名古屋だから、その旅行チャレンジが、旅行旅行っていうのはちょっと語弊がありますけれども、なんか他のチームはどこなんかな、大阪とか、大阪&福岡とかさ、だったらさ2個旅行できるじゃん、大阪と福岡。そうだけどさ、 K2 は今回名古屋と北海道だから、名古屋はさもうこっちだからさ、そうだから旅行じゃないじゃないですか。だから北海道が旅行だから、北海道マジで楽しまないとね。そう、まあいろんな、そうそう、去年は2回ね旅行チャレンジやったから、北海道と、北海道じゃないや仙台と福岡で、今回は北海道と名古屋なので、名古屋はいつもね活動してる場所だから、もはや地元なんでね、北海道の旅行を楽しみたいと思います。電水電ん電電水かだって、いない、それ有名なのかな、スイカ。メンバーは自由時間そこそこ取れるの全く知りません。勝手な想像で喋っているだけですないかもね、もうパッパって言ってパッて帰るかもしれない。せっかくいるならね1週間ぐらいいたいですけどね。1週間もいたらもう帰ってこんかもしれないですね。あースープカレーもいいな。でも海鮮を食べて帰って、いやエスコン見たいな、マジで。エスコン入らんくてもいいから、見に行けるんかな、どうなんだろう。もうエスコンは死んでも行きたい、本当に。死んだらいけんけど、もうやだ、試合ない日でも入れるんかな、外見だけでも。いやな、中入りたい。もうダメだ、欲が出る。広い大地の景色、ほんとそれな、さんさ、そんな、なんて言ったらいいんだろうな、なんかすごい町のさ、なんていうの、中心街じゃなくてさ、北海道のマネージャーさん連れてってくれんかな
そうそう郊外、なんかもうだだっ広い野原が広がってる場所とか行きたい、北海道。そっちの方が興味ある。てかエスコンってさ、チケットなくてもさ、グッズ売り場だけ入るとかできるんかな。マツダスタジアムはさできるんですよ、チケットがなくてもグッズだけ、グッズショップだけ行くことできるんですけど、エスコンもできるのかな。いや入りたい、てかビッグボスに会いたかった。泣いていい？入れるよ。入れるの？え、そう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 、野原か分からんけどさ、よく北海道といえばっていう、あの膨大なさ野原があるじゃないですか、うん、そういうところに行きたい。そうだだっ広い景色を見たら、私でもそれ知ったらマジで帰ってこんかもな、良すぎて。うん、大好きそういう場所。あ、そうそう、十勝平野とか見に行ってみたい。でも相当遠いんだろうな、きっと。北海道でかいもんね、そんなポンポン行けんよね。エスコン試合なくても楽しめる。でもその日は高校野球がやってるみたいなんだけどさ、高校野球やってる時もグッズショップとか開いてんのかなちょっとイレギュラーな感じするよね。どうなんだろうな。コナンの映画、さらに、あ、コナンでやったのね、北海道。そうだよね。行きたい、早く。1週間ぐらい行きたい、本当に。せっかく行くならね。私コナン見ないんだよね。一回だけ行ったことあるけど、みっちゃんとももたんと、なんか名古屋の街がエンディングで流れた時のやつをそれだけ見に行ったけど、あとは見たことないな。エスコン駅から遠いみたい。駅からタクシー使ったらいくらかかるかな。歩きたくない1週間とか旅行できること一緒。いやほんまよね。高校の時しか、高校は無理。あ、高校行けるか。大学生までですよね、そういうのできるのって。本当に中高大ってもう1ヶ月2ヶ月とか休みなの、今考えたらバグですよね本当にそう思う。夜明けの太陽、いいよね、わかる。駅から歩いて20分か。1000円以内だろうが。口悪いよ、なんだ、口悪い警察発動。だよねって言ってください。だろうがって言わんでくださいエスコンからバス出てる。あ、そうなの。はい、すいませんだって
ですよ。タクシー1000円なの、タクシーで1000円なのね、全然いいですね。おばさんに乗っていくか。なんか馬車とか走ってないのかな。北海道に行ったことがないからもう考え方がもう全然違うかもしれない。馬車とか走ってそうですけど。エスコンの横に駅作る。あ、そうなんだ。できたらいいですね。やっぱね、あのアクセスはいい方がいいですよね。やっぱあの駅に近ければね、近いほどいいですから。そういいですよ、ほんまに。松田とかもめっちゃ近いからね。いいですよ、いいですよね。でもあれやん、バンテリーも近いよね。うん、甲子園も近いし、どこが一番近かったかな今まで。まあ、多少歩くけどね。あ、でも甲子園が一番近いかな、それ考えたら。あ、でも西武ドームが近かったかな、一番行った中では。どうだろうな、どうだろうな。出て、あの駅近いのは全部近いんだけど、出てすぐ球場の中にも入れるっていうのは甲子園が一番近かったかな。そう、バンテリーも近いんだけどさ、中に入るまで、何、チケット出して中に入りきるまでがさ、ちょっと長いじゃん。その敷地内に入るまではめっちゃ近いけど、その券を出してピッて入れるまで、あ、確かに西武ドームが一番近いかな、それ考えたら。降りてすぐチケットをも出せるっていう面では、確かに西武が一番早くピッて出せたかも。降りてすぐだった気がするね。うん、近い方がいいですよね。行ったことない球場もいっぱいあるからな、まだ分かんないですけど。名古屋球場で一軍の試合があった頃はすぐ横に駅。あ、そうなんだ。名古屋球場いい場所にあるよね、ほんまに。二軍の球場であそこまでアクセスいいのいいよね、めっちゃ。本当にもっとさ、もっと全部アクセスいい場所になればいいのにね、ファームのさ球場もさ。でもっといっぱいお客さん入ってさ、もっといっぱい見られたらさ、二軍の選手はもっと頑張るぞみたいになるんかな。いや、でも逆にそうじゃない方が一軍になって頑張るぞっていう気持ちになるんかな、どうなんや。カープの2軍も広島じゃないからね、山口だからね。でも U いい球場ですよ、また行きたいな。まああと5分10分したら終わりますわね。ご飯食べ終わったので、カープの2軍最寄り駅で、ね、U 駅、違うか、カープ特別戦力補強なし、外国人2人もいないのに、すごいやろカープ。
でもね、末金選手がその長距離バッターなんで、もう末金選手がずっといてくれればカープはもうきっちりって感じですよ。日本人選手だけでもそうですよ。末金選手、坂倉選手、小園選手ってね、坂倉選手が前ぐらいもう打率も良くなって調子もアップしたらもう4番が3人続くみたいな感じですからね。いや、名古屋球場はほんまにアクセスいいですよ。だからもっといろんなね、もっといっぱい人増えればいいのになっていつも思いますね。そう、せっかくアクセスいいからいろんな人もっと来たらいいのにって思う。そう、でも野球選手ってさ、二軍の選手ってさ、人いっぱい来てほしいなとか思ったりするんかな。どうなんだろうね、わかんないね。なんか一軍の選手はよくさ、なんか声援できるじゃん、応援とかさ、鳴り物の応援とかさ、声援とか応援歌とかでさ、一軍って応援するけど、ファームってさないのよ。普通に静かな感じで拍手したりとかナイスって言ったりとかなんで、ファンの人もね。そうだからさ、その人がいっぱい来てもさ、応援団が来たりとかするわけじゃないからさ、人の多さとかってさ気にしたりするんかな。どうなんだろうね。わかんないね、野球選手じゃないから。あるかもね。名古屋球場は選手寮が隣接し、寮ね、なんか家って感じするよね。まあ、家か、寮って家か。見られる方がモチベーション、やっぱそうなのか、見られる方がモチベーション上がるか。聞いてみたいですね、そういうのさ。聞いてみたいよね。旭山動物園行きたい。本当にでもアクアトト行きたい、早く。夏に行けるかな、落ち着いたらね。落ち着いたら行くな、落ち着いたらない。神宮球場は行ったことない。セリーグの中では神宮だけまだ行けてないんですよ。行きたいです。そう、テレビでよく見るキャッチャーの後ろ、あれってさ年間指定なのかな、あれどうなんだろうね。私もあそこは多分お金持ちしか入れません。でもキャッチャーの後ろの真後ろの1列目とかに座ってる人ってさ、ずっと映り続けるじゃん。私もうなんか無理だと思う。めっちゃカメラ映ってるって100分かるじゃん、あそこ映るからさ。そうだからさ、ずっとさテレビとかでも抜かれてるじゃないですか、お客さん。じゃあそこだったらもうちょっともう緊張するかも。別に自分のこと見てる人なんか誰もいないってさ、なんかご飯食べたりとかする場所 ところもさ映るわけじゃん、ちょっとはずいよ。でも見てみたいよね。でも明らかにお金持ちそうな人しか座ってないですもんね、あそこ。
座ってみたいけどテレビに映るのね、ほんまに気になっちゃいそうですよね。ご飯とか食べるのはずいなって思っちゃったりしそうですね。フッピー映る、私でも結構行ってるからね、いつかのね何かには絶対映ってると思いますよ。でも誰も気づいてないだけでね、そんなんねアップとかにはなんないけどね、その紛れてね映ったりしてると思いますよ。いっぱい行ってますから、1軍も2軍も行ってますから、2軍もテレビ入るときありますからね、放送。そうそうそう、ビジョンには分かんないけど、放送とか、まあ、ダゾーンとか分かんない、テレビの中継とか普通に映ってると思いますよ、知らないだけでね。でもそんな大々的なアップとかじゃなくて、普通になんかこう監修の中のただの一人としてね。そう、そうですよ。去年のね CS の甲子園とか絶対映ってたと思うよ。映ってたよね、本当に映ったかな。そう、去年の CS の甲子園なんてさ、めっちゃ何百人じゃないか、もう本当にさ2区画だけだったじゃないですか、カープファンが入れる場所っていうのが。そこしか映る場所ないんですよ。だから映ってたと思いますけどね。でも自分でも分かんない。ちゃんとメイクしそうですよね。何もメイクせずに行く時ありますね。でもみんながカフェに行くような感じで野球行ってますからね、ほんまに感覚的には。だから全ノーメイクとかでも行きますよね。普通の女の子だったらなんか野球見に行くぞってなったら、一般的なね女の子だよね、周りの子とかもそうですけど、例えば1ヶ月後の何月何日にチケット取ろうよワクワクみたいな感じで、もう1ヶ月ぐらい前からチケット取ったりしてね、その日に向けてメイクとか服とかバッチリして野球コーデみたいな感じするかもしれないんですけど、私は明日空いてる行こうって言ってなんなら朝当日見て、あ当日券ある行こうって言って、もうカフェ行くような感じで野球行ってますから、本当にすっぴんだろうがなんだろうが行ってますね。恥ずかしい、それでビジョンに映ったら。だからもう気配消ししてます。そうカフェ行く感じで新幹線乗りますから、あ行けるねみたいな。時計持ってないですけどね。カフェ行く方が現地、マジでそれ、カフェ行く方がメイクしてちゃんと着替えて、カフェの方が行けない。カフェ行けない、恥ずかしいもん。カフェは無理、いけない。じゃあ残り3分ぐらいやったら、20分までやろうかな。あと5分しよう、ちょうどきりいいから。この後アメブロで動画を上げます。動画ってアメブロに上がるかな。
見上げられるんかな、わかんないや、私はもうわからない。みかん全 TV またやるんや、超世代。なんで私超世代一回も呼ばれんのやろ、もうそういう年齢じゃないよってことなのかな。まあいいけど、ことごとく、ことごとくなんだけど、いいけどね、いいけどね。いいけどね、いいけど悲しいよ、そんな、そんな、そこまで、そんな、いいけどねいいけどね。切りは大事。33分はちょっとできないですね。もうちょっとまだまだ踊らなきゃいけない、今から。気持ちは33で一件を担ぎます上世代を超えてるのが確かに。なんだろう、新世界、新世界、新世界ララ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 。今日はもう何時間ぐらい、何時間踊ってるかな今日。10とか踊ってるんじゃないか。10は踊ってないな。8時間とかトータルね。10はちょっと言ってなかった、数間違えた。10は違う、7か7、8ぐらいかな。そうだから、あんなにご飯を食べるのも、分かるでしょ。でもみんなすごいんや、ほんとに。ふさんは全然すごくない、マジでみんなすごい、ほんとに。みんないい子、いい子、みんないい子、いい子ちゃん、みんないい子、いい子ちゃんよ。あー、ポポさんおいで。ポポさんを抱っこしたら頑張れそう。
手かわいいでしょ、手見て、手肉球がかわいい。ということで終わろうかな。今からアメブロあげます。アメブロに動画載せられるかわからないんですけど、動画を撮ったので、これの開封動画撮ったんですよ。もうこれ開けはされてるんですけど、載せられるよね、さすがに。長くはないけど、そう、知らんけど、今から載せてみる、試しに。だから見てみてください、それを見てくださいね。雑って言われた感じで、私こう見えても A 型なんですけどはい、ということで今からあげてみますね。だから見てみてください。アメブロにあげます。イエーイ。ではまた明日ね。多分やるよ、ショールーム。あー、わからん、できなかったらごめんなさいなんですけど、アメブロはあげる今から、絶対に。ではでは、みんな早く寝てね。ふっぴさんが早くショールーム終われるので、みんなも早く寝れると思うので寝てください。ではでは、ありがとうございました。おやすみなさい。